こんにちは、メリーです。本日はロックミシンの糸の始末の方法についてご紹介したいと思います。まず一つ目は結んでしまう方法、二つ目はロックミシンの間に通してしまう方法、そして最後は放っておく方法です。どれでもいいかなと思いますけれども、自分に合った方法使ってみてくださいね。それでは始めましょう。それでは一つ目の方法をご紹介します。結んでカットする方法です。カラカンを引っ張って細くしていきましょう。そしてここで輪を作ります。この輪に残りの糸をくぐらせていきましょう。そして布の際で結んでいきます。その際に浮いてしまうことがありますので、針などを通して根元でしっかり結べるようにしてください。ギュッと結べましたら針を引っ張って根元でギュッと結びます。で、結べましたね。これができましたら余分な部分をカットしてもらえたら結構です。これで完成です。それでは2つ目の方法です。ロックミシンの中に通してしまう方法になります。カラカンを先ほどと同じように細く伸ばしてください。そしてとじ針を使います。とじ針というのは少し穴が大きくなっている、そして先端がそこまでとんがっていない、そういった針になります。この穴にロックミシンのカラカンを通していきます。端っこから通してもいいですけれども、通りにくければ間を輪にしてもらって通してやってください。先をねちょっとギュッと潰してやると通りやすいかなと思います。通してやれましたらロックミシンの間に入れていきますね。だいたい 2,3 センチのほど通してやれればいいかなと思います。こんな感じに通してやってくださいね。それを抜きましょう。入りましたね。そして余った糸を切ってやればいいかなと思います。私は一番このやり方が好きかなと思う、すっきりするので好きかなと思っています。それでは最後の放っておく方法です。ロックミシンには2本ロック、3本ロック、いろいろありますね。2本ロックの場合はできたら結んでやるなり通してやるのがいいかなと思いますが、3本ロックの場合はこのまま放置をすることが私は多いです。なぜならこの後ここもロックミシンをかけることが多いからです。布地にロックミシンをかけるとここもかけられますよね。ですのでもうこのまま放置してロックミシンをかけちゃいます。そうするとほつれることがないかなっていうふうに思いますので、3本ロックの場合は放置でも大丈夫だと思います。完成です。結んだり通したり、次の工程に託して放置をしたり、どれでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。私個人としてはこの通す方法が丁寧なお仕事としてはおすすめかなと思います。縫い代は割りますので、なるべく影の方に、影になる方に通すようにしてくださいね。3本ロックの場合はもう効率さを考えると放置でもいいんじゃないかなと思います。自分に合ったロックミシンの処理の仕方使ってみてくださいね。本日の動画は以上です。